はい、マイラーズ TV にようこそということで、今回はザ・リッツカルトン東京和室スイートの滞在記をお伝えします。では早速ルームツアー行ってみましょう。この格子の引き戸を開けるとパーッと和室の世界が広がっていきます。ザ・リッツカルトン東京にも和室があるのです。お部屋の広さは100平米、和の落ち着きとザ・リッツカールトン東京らしいモダンの融合が楽しめるスイートルーム。まずは寝室、ベッドルームですね。この大きなベッドはスーパーキングサイズベッドと言いまして、大人が3人寝ても余裕のサイズなんです。畳の上に黒いベッドのフレームがありまして、その上にベッドがあるという形なんですね。この間接光がとても高級感を演出してくれております。ベッド周りはブラックが基調のインテリアですね。とてもシックで落ち着いた感じがします。ベッドサイドのキャビネット、そしてこの吊るされているライトもブラックがベースになってますね。このベッドの後ろの大きな花の模様があしらわれた刺繍が目を引きますね。ベッドはシモンズ製のオリジナルベッドですね。硬すぎず柔らかすぎず極上の睡眠を楽しむことができました。和服の着物をかけるところもあるんですよね。その下には浴衣が2着置いてありました。まさに和室ならではですよ。では寝室の縁側を見ていきましょう。こちらは景観タワービューになっております。この東京タワーね、もうすぐ見えなくなってしまうんですよ。縁側にはデイベッドが置いてあって、こちらでゆっくりとくつろぐこともできます。ではリビングルーム見ていきましょう。畳の上には L 字の大きなソファー、ベッドルームと同じデザインのライト、そして襖に天井と、まさに和室ですよね。この大きなテレビは回転させることによってベッドルームからも見ることができるんです。テーブルの上には白い日本茶の茶器、そしてこちらはデスクコーナーになります。とても落ち着いた雰囲気いいですよね。気持ちよくお仕事や書き物などができるのではないでしょうか。この後もお部屋の雰囲気にぴったりですね。襖を開けるとバスローブ、そしてその下にはスリッパが置いてありました。逆側を開けましょう。こちらにはですね、ハンガー、そして下には駐車員セット、そしてここを開けますとランドリーセット、その上を開けますとセキュリティボックスがありました。ではリビングルームの縁側、広縁に行ってみましょう。ここでゆっくりと夜景を楽しむこともできるんですよね。テーブルの上にはウェルカムスイーツと私へのホテルからのレターが置いてありました。ミニバーコーナーはこちらになります。コーヒーセット、湯沸かしポットにミネラルウォーター、お菓子類、ハードリキュール類、そしてこちらワインオープナーに、冷蔵庫には飲み物がぎっしり入っておりました。シャンパンはクリュックですね。いろいろと充実してます。それでは水回りを見に行きましょう。こちら右に回りますと水回りの入り口があります。こちらは洗面台とドレッサーがあります。洗面台は2台あるので2人で同時に使うことができるんですね。このザ・リッツカルトン東京オリジナルのアーチ型の蛇口、私これが大好きなんですよ。アメニティ類はこちらに置いてあります。ザ・リッツカルトンのロゴ入りですね。モダンでありながら和の基調にアレンジされたこの水回り、とても素敵で落ち着きます。この紫のアメニティはアスプレイというブランドのバスアメニティです。ではバスルームを見に行きましょう。こちらはジャパニーズスタイルバスということでですね、独立した広々としたバスルームがあるんです。床とバスタブのフレームはストーン、そして壁はウッドになっております。高級感がありますね。こちらには液晶テレビが完備されております。大きな白い湯船にお湯をたっぷり張ってゆっくりと入浴することができるんです。最高ですよね。ではここを出ましてお手洗いを見に行きましょう。ここを開けると白い便器、等々製のトイレになります。小さなシンクもありますね。そしてトイレの横にはこのような洋式のクローゼットもあるんです。かなり容量がありますので、いろんなものを持ち込んでここに収納するということができるわけですね。では夜景を見に行きましょう。こちらはベッドルームからの夜景なんですけども、この日は曇りで少し雨もパラついていたので、ご覧のような天気なんですけども、空を流れる雲もまた味わい深いですね。東京タワーが残念ながらもう少ししか見えないという状況になっております。もうじきに見えなくなってしまうのでしょう。ではリビングルームからの夜景も見に行きましょう。雨でしっとりと濡れた東京の夜景もまた味わい深いですよね。
では続いてクラブラウンジの5つのフードプレゼンテーションをレビューしていきます。ザ・リッツカルトン東京のクラブラウンジでは朝食、軽食、アフタヌーンティー、ディナー前のオードブル、そしてスイーツ&コーディアルという5つのフードプレゼンテーションを楽しむことができるんです。クラブラウンジでチェックインをすると季節のウェルカムドリンクがいただけます。私は早速シャンパンをいただいちゃいました。そして3段のアフタヌーンティーセット、一番下はスコーン、そして塩気のあるおつまみ、一番上には3種類のケーキ、スイーツが置いてありました。続いてディナー前のオードブル。オードブルはホットミールということで、ロールキャベツと茶碗蒸し、そして4種類のコールドミール、これらをいただきながらシャンパンや赤ワイン、ボクテルなど美味しいお酒を一緒に楽しみました。また日替わりのイベントということで点心も提供されました。これ美味しかったですよ。赤ワインで夜景を見ながら乾杯という感じですね。そして夜の最後はスイーツ&コーディアルということで、チーズの盛り合わせ、それから3種類のスイーツが提供されました。翌日の朝はなんと雲一つない快晴ということで、ご覧の通り富士山もバッチリ見えたんですね。では朝食レビューしていきましょう。ザ・リッツカルトン東京のクラブラウンジの朝食は和洋共通のコールドブレックファーストプラッター、ドレッシングとヨーグルトは好きなものが選べます。洋食はオムレツやスクランブルエッグ、卵焼きなど好きな卵料理を選ぶことができます。そして和食のセットも選ぶことができます。和食午前ですね。まずはデトックスウォーターということで、ビネガーベースのドリンクになります。そして朝のドリンクも好きなものが選べますが、私は冷たい緑茶をいただきました。パンも選べるんですが、このクロワッサン絶品なんですよ。おすすめです。ゴールドプラッターということで、サラダ、フルーツ、そしてチーズの盛り合わせ、ヨーグルトと、これだけでもかなりお腹いっぱいになります。ドレッシングをかけて新鮮なサラダをいただいちゃいましょう。これは洋食ですね。土曜日限定の黒毛和牛とひな鶏のボロネーゼ入りオムレツ、そして和朝食も出てきました。ご飯に味噌汁、そして和食午前ということで、お魚と卵、豆腐、きんぴらごぼうに明太子が入ってました。お魚はサバの塩焼きでしたね。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。最後はライトランチ、軽食になります。サンドイッチに酢の物、そして煮込みにスイーツと、小腹を満たすことができるんです。では最後にザ・リッツカルトンカフェ&デリで販売しているホテルオリジナル商品をご紹介していきましょう。カフェ&デリは1階のザ・リッツカルトン東京の入り口に入ってすぐ右側にあります。まず最初にご紹介するのが、ぬいぐるみライオンドールです。とても可愛いですよね。そしてアロマディフューザーとアロマキャンドル、ザ・リッツカルトン東京のあの素敵な香りをお家に持ち帰ることができるんです。こちらはザ・リッツカルトンオリジナルのバームクーヘンと焼き菓子、そしてパールクラッカン、お土産に最適ですよね。これはザ・リッツカルトン東京オリジナルボトル入りカクテル、ボクテルです。ザ・リッツスピリッツとコニャックオールドファッションの2種類、上の素敵な箱は洋菓子カヌレ8個入り、そして下はヴィンテージラムカロニ22年になります。こちらはベーカリーコーナーということで、パン、ジャム、紅茶、ドリンク、焼き菓子などが販売されてます。ここで作られたパンを持ち帰ることもできるんです。こちらはザ・リッツカルトン東京オリジナルのカヌレ、季節ごとのフレーバーを楽しむことができます。そしてホームメイドチョコレート、プレゼントにも最適なのではないでしょうか。そして最後にご紹介するのがケーキ。私個人的に一押しなのが、このザ・リッツカルトンチョコレートケーキ、濃厚な味わいを楽しむことができます。で、私もせっかくなので一つ購入しちゃいました。こちらアロマディフューザーグリーンシトラスです。これは表示価格で税込み1万1000円なんですけども、購入時にマリオットボンボイの会員番号を提示することで、なんと1割引きになるんですよ。宿泊客であれば部屋付けにすることもできますので、ゴールドエリート以上でいただけるホテルの選べる特典の3000円のホテルクレジットを充当してお得に購入させていただきました。楽しんでいただけましたでしょうか。ザ・リッツカルトン東京の和室スイート滞在記、今回も最高の滞在を楽しむことができました。また必ず伺います。